ひそひそには年の差コンビ的な要素が含まれていますが、お二人は年齢の離れた知り合いとはどんな付き合い方をされていますか？まあそんなね、お便りが届いておりますけれど ね、その話は一旦置いといて。え、置いちゃうの？ついに置いちゃうの？書いたんだもん。書いてありますね。これ、ね、これいいの？な、続き読みますよ。いやいや、僕はね、この作品のタイトルを見てね、あれとなったわけですよ。ひそひそ、サイレントボイス。ですね。こんなラジオ向きな企画がいくつもできそうなタイトルがあるのかと。ということで今夜は、今から僕と小野くんで公録の裏話をひそひそしていきたいと思います。あ、なるほどね。ひそひそ、ひそひそね、うんうん、なんだろう、今まで問題の正解みたいなの意外と得意としてた作家が、いやいや、もうついにもうほんとこの T シャツ通りになったね。枯渇、枯渇。まあそれはさておき、それはさておきですよ。置いちゃうの、ついに置いちゃうの。はい、まあ小野くんがですね、今年もすね毛を剃ったわけじゃないですか。剃りました。なんで剃ったの？それがマストだから。ああ、登録といえばみたいな。あのね、がっかりするでしょみんな。剃ってないっつって。僕と小野くんは、ボーボーだっつって、実はですね、僕の車で会場に行ったんですよ。前日の夜にね。はい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 。はい、で、前乗りってやつですね。違いますけど、小野くんが僕の車の助手席で、カメさん今年も剃ってきましたよ。で見せられて、うわ って思ったんだよね。小野くん、あの移動の時最低だったね、いろいろ。え、何が？え、何ですか？ご機嫌ドライブだったじゃないですか。小野くんは、はい、僕はちょっとカーナビでセットをして、ね、高速道路を走っていたんですけれども、はいはい、まぁ、ちょっとカーナビの調子が悪くなっちゃって、そう、あいつ。一瞬こう、道に迷ったんですよ。そうですね、海の中走ってましたね。そう。あれ？小野くん、ちょっとごめん、本当だったら降りなきゃいけないところだったんだけども、はいはい、高速道路の出口、ちょっと過ぎちゃったから、過ぎて降りるんだけれども、ごめんね、なんて言ったら、カメさん、緊急事態です。そう。悪いニュースがあります。悪いニュースがあります。俺、おしっこしたいっす。ごめんなさい、どれくらい持ちそう？ 5 分が限界っす。で、次の降りるところまでがちょうど5分出てて、もう限界なわけです。俺が先か降りるのが先か。もう、カメさん、漏らしていいですか？漏らしていいですか？カメさん、車の中で漏らしていいですか？お、ちょっと待ってくれ。で、降りて、無理っすって。まあ、とりあえずもうすぐに降りて、頑張ってちょっと我慢してもらって、うん、で、いや、嘘でした。本当は10分ぐらい持ちそうです。あ、そうなんだ、じゃあごめんね、とりあえず降りるからって言ってガソリンスタンドに入って降りて、やっと、うん、じゃあちょっと俺降りてきますって言って、ふぅーって帰ってきて、カメさん、さっき俺10分持つって言ったけど嘘でした、2分が限界でした。いやー、ほんとやばかったっす。だってそこの、その降りてからガソリンスタンド行くまでのその間で、あのデュラララのオープニングテーマを熱唱しましたもんね。あ、そうだね、気を紛らすために。朝日は昇るって、もうカーステレオから流れてくる僕の iPod に入ってる曲を、小野くんがでかい声で歌い始めて、いよいよダメかと。そう、もうだってもう限界だったもん。完全に失禁声優になるところだったんで、これまずいと思って。まあガソリンスタンドに入って用を足して、で、僕もなんかちょっと飲み物買おうかなと思ってガソリンスタンドの休憩室に入ったところで、小野くんが衝撃の行為をしていました。何がですか？普通小野くんが、はい、なぜかパンの自動販売機に金を入れてパンを買おうとしてるところに遭遇したわけですよ、はいはい、でも実はまかりに着いたら、着いたら一緒にご飯食べようぜ言ってたっていう話をしてた、言ってた、ね、でまあ現地でスタッフの方と、うん、あ、待ち合わせをしてご飯を食べましょうっていう話をしていたにもかかわらず、小野くんはパンを買う機会にお金を入れ、小野くん何やってんの？あ、いや、お腹空いたんで。で、ボタンをその瞬間押しやがって、こいつ。そうね、ドラマみたいになったね。バカなの、小野くんは。もうあとね、5分か10分で着くんだよ。そしたら、はいはい、ご飯食べましょうって話をしてたじゃない？なんで食べたの？と。何こいつと思って。何これ、本能ちょうど。もうその直前までおもらしするかもって言ってたやつが。いや、お腹空いたんで。つって。そんなおかしなことじゃなかったような気がするんですけどね。はい、おもらしするかと思って、でかい声で、はい、歌を歌い、おしっこした後は、ああ、お腹空いたんだよって、パンを食う。本当
何こいつと思って。そうっすね。僕は楽しかったです。ああ、まあそうですか。はい。まあその乗り換えはね、非常に楽しかったんですけれどもね。はい、いや、本当にね。そんな高録でしたよ。そんな感じの、そんな感じの高録前夜でした。いや、楽しかった、はい。ということで、藤谷先生いかがですか？まああの、いろいろ言いましたけど、新連載、頑張ってくれよ。な。